久保さんまあ嫌いなこととか不得意なこととかできないこととかたくさんありますよね自分に合ってるとか合ってないとかまあ僕が合ってなかったことがあります一つねでこれはどうしようもできなかったうんまあどうしようもできる人もいるとこれを得意にできる人もいるかもしれないですけど僕はちょっとできなかったですねまあこれが 会長に言われ続けてきた言葉にしましょうか <laughs>。会長に言われ続けてきた言葉にしましょうか。吉谷は人を使えるようにならないといけないぞって言われ続けてきたんですけど、まあ、結局僕は使えなかったですね <laughs>。使えないから使えない人間でしたよ、うん。人を動かすっていうのはできなかったですね。まあ、まとめましょう。まあ、正直、あの、人を動かせる人、いるでしょう。 うん、得意な人うーん、いるかもしれないです。ただ僕が出した結論は、人の心はわからんと。<laughs> 人の心はわからん,、うん。で、人を動かすっていうのが、多分一番難しいことだと思います。人を動かすってね。特に、まあ、商品を売る方が簡単なんですけど、従業員を動かすってね、超大変なんですよ。従業員の心を動かすって超大変なんですね。 だから稲森和夫さんレベルになると、まあ JAL 再建したりとか、稲森イズムっていうのをね、浸透させて、その、働く人たちのマインドを変えていく、すごいですよね。だからすごい、と思いますよ。うん。僕はそれができなかったんで。だから僕は、まあ、出した答えは、一番簡単な方法を選んでるってことですね。自分を動かすっていう。 自分には自分の意志があり、他人には他人の意志があって、他人の意志を他人が操作するっていうのは、かなり難しいことなんですよ、これ。これ、合う合わないのレベルではないと思うんですね。なぜなら意志がないからです。うん。意志は、僕には意志はあるけど、相手の意志は僕の意志ではないので、うん。だからやっぱ、どれだけ頑張ったとしても、 ねまあ言われた言葉があり、まあずっと記憶に残ってますけど、まあその時部長でね、働いて、部長っていう立ち位置でしたけど、部長がそんだけ働いてるから、従業員が変えな、みんなが帰れないんじゃないですかと、言われまして、まあその通りなんですけど、まあその通りなんだけど、裏の事実を言うならば、給料降ってこないよっていう事実もあって、このね、 あの葛藤が僕には無理でしたねうん結局はうん結局はまあ自分で全部背負い込んで抱えちゃって人をもっと動かせればもっと楽に売り上げ作れたのかもしれないですけどうーん自分でやっちゃうんで,で自分でやっててうまくいってるとかいいですけど僕も全部が当て,当てられるかっていうとそうではないので外れた時の痛手ですよね だそれがやっぱ大きかったですかね。売り上げが上げられなかった。自分、まあ結局自分に力量がなかったっていうね、全てにおいて。うん、ただ僕はそこからちょっと撤退しました、うん。だから、この世で一番難しいことがあるとするならば、多分人を動かすってことなんですよね。で、その人を動かすっていうのも、従業員ですね。<laughs> まあこれはね、一般の人じゃちょっとわかんないと思いますけど、 そのお客さんを動かすの方が簡単ですから。だってお客さんって、あれじゃないですか、お金払ってまで学ぼうとする人なんですよ。わかります <laughs> お金を払ってまで学ぼうとする人を動かすことは非常に簡単だけども、給料をもらってる人を動かすっていうのは超大変ですね、これ。めちゃくちゃ大変。まあ少なくてもね、ネットビジネスやろうと思ってる人って、何か自分の会社に不平不満だったら給料に不平不満 あああっっってててなんかかかいつしか辞めてやろうと思るる人がまあまあ多かったりすすわけですよ、まあ、もちろん今の自分の仕事が大好きで毎日出社するのが楽しくて朝起きるのが楽しくてあのー、毎日幸せですっていう人はごく一部いるかもしれないですけどほぼ8割9割はなんだ今日も会社ダリーなみたいな話だと思うんですよ。 だから、だからネットビジネスに来るわけですよ。なんか新しいことやらないといけないなと。今の人生、今の会社、働いてることが最高にハッピーで幸せだったらネットやろうと思わなくないですか ?1 ミリも思わないですよ。だから少なくても何かに不平不満を持ってるネットに入ってくる人っていうのはね。だそれの現実の話するならば会社ですよね。うん、会社に何かを持ってると。 でその不平不満を持ってる人を動かしていかないといけないですよ。<laughs> めちゃこれ大変じゃないですか <laughs> その。その不平不満を持ってる人を会社の、会社に100%従わせる。これはね、難しいんですよ。100%ですよ。本当に会社に命捧げるぐらいの、正直軍隊ですよ。その言葉が適切かどうかわからないですけど、 本当、お国のために、お国のためになんや、あのー、命張れるぐらいのを作っていかないと、僕は難しいと思うんですよね。特に、その、大企業でね、リスクヘッジというか、ある程度そのキャパがあってとかだったら別ですけど、中小企業、従業員何,何人とかね、立ち上げ当初とかね、まあ、その時は、一丸となってやんないと無理ですよ。無理無理。うーん。 まあそれはね非常に難しかったですね。うん。だからそれがもし僕ができるようになってたらまた違う、えー、未来があったのかもしれないですけどね。それができるようになってれば人を動かせて。うん。まあ僕はちょっとできなかったですね。まあでも一番簡単だと思うんですよね。自分を動かすって。自分次第じゃないですか。でもそれが難しいって言ってるのが僕,僕からすると、 僕の経験からすると、自分を動かすことが難しいって言ってる人は、何を言ってるんだって言いたくなりますね。いや、もっと難しいことはあるよ、世の中にっていう。人の意志を操作するって超難しいですからね。マジで。うん。自分じゃないんで。自分は自分に勝てばいいだけじゃないですか。超簡単ですよね。<laughs> 自分に勝てばいいだけなんで、の簡単じゃない。簡単ではないかもしれないですけど、いや 比較対象するとするならばですよ。比較するならば自分のった方が簡単。もちろん自分に勝つっていうのは、あ難しい部分もありますよ。ただし、人を動かすよりかは従業員ですよ。従業員を動かすっていうよりかは非常に簡単かなと僕は思います。ただし、まあ多くの人はこの話聞いたとしても、従業員を雇って、まとめ上げて売り上げを作るっていう、なんかことはあんま少ないと思うんで。 うん、まあ、社長の、社長のポジショニングでねト一、トップのポジショニングで動かすってことはね、2000人、3000人いても社長は1人ですから、からこの話ってあんまり共感されないですけど、うん、自分を動かすって簡単ですよ。それに比べると。行動できないとか、なんか、やる気がありませんとか、やる気が出ませんとか、まあ、はっきり言うと、クソですね。クソ。<laughs> そっから、それに比べるとね。そんなの自分がやるって決めればいいだけなんで、そんなのは。アーダーコーダー言う、なんか理由つけて言ってるだけであって、やればいいだけなんで、そんなのやるのかやらないのか、終了ですよ。もうほんとこの二択ですね。やるかやらないか、どっちやる、終わりで,いいですよ。それでいいんで、それでいいじゃないですか。<laughs> それだけなんですよ。でもやれって言ってもやらないんですよ。ね <laughs>。人を動か、あの、従業員を動かすっていうのは。ね。 不不平不満やれって言えば言うほど不平不満出てくるし <laughs> これはねまあ久保さんもねまあ気持ちは多分僕の気持ちは久保さんも分かるとは思いますけどねね従業員い,いましたからねうんただ一番一番簡単なことを突き詰めればいいんじゃないですかね一番簡単なことを突き詰めたらうそのね京セラみたいな会社作れないしあのー、なんだ ソフトバンクみたいな会社は作れないですよ。その人を動かせないとさすがに。アマゾンなんか作れないですよ。人を動かせないとさすがに。だそこ目指してます自分の自由な生活を得るためには、一人で十分です。本当たった一人で十分です。本当に今、インターネットがあるので。これネットがなかったら難しいかもしれないですよね。うん。自分一人がやっていく。もちろんその、 お金を稼ぐっていう行為自体はお金を払ってくれる人がいるから成り立ってるわけなんだけども結局やってるのは誰だって自分なんでうんまあ、情報発信にしても自分がただやってるだけこれがやらなければ何も生まれないしうんやればいいだけなんですよね久保さんはただやっただけです久保さんはただやっただけです誰よりもそれだけです誰よりもやったから誰より以上の結果を手にしたっていう ただ、そこ、すごくシンプルな構造ですよね。究極にシンプル。自分をただ動かしたっていう <laughs>。それが一番簡単なことだと思いますけどね。うん。でもみんなそれが難しいって言ってるんですけど、僕からすると、じゃんじゃらおかしいと。<laughs> 世の中にはもっと難しいことあるよと。経験してみろと。社長になって従業員10人とか、10人でも5人でもいいですよ。3人でもいい。やってみてください。やらないと思いますけど。 社長になって、えー、やってみてください。現場はね、現場はね、本当悲惨ですよ。悲惨 <laughs>。給料、毎月払わんといかいけないし、売上作んないといけないし、従業員にふ、ふえ不満言われるし、ね難しいです。うん、はい。まあ、自分でひ、あ、一人で自由に、自由に暮らしていきたいぐらいだったら、 もう全然一人で十分なんで、頑張ればいいんじゃないですかね。うん。ま、一人で、一人で Amazon みたいな会社作れないし、一人で京セラみたいな会社作れないし、あの、一人でソフトバンクみたいな会社は作れないでしょそこを目指すんだったら、無理です。それは無理。もうそれは100%無理ですね。だけど、一人でパソコン一台で自由に暮らすぐらいのレベルであるならば、一人で十分です。<laughs> うん。はい。ということで、いってらっしゃい。